その次に師匠だな。よくダメなんだよな。ちょっと注文受けてもらっていいですか。お客さんが今忙しいみたいです。すみません。どうして？あ、わかりました。それで。投げる。何球久しぶりだから。まあソフトボールばっかり。山ね、ショート入ったけどサード入ってね、山さんね。あ、斉藤さん。すみません、スタメンなんですけど。彼が当たり。12番と4番、私も先生みたいで、4番と12番がチェンジしてます。はい、行きます。すいません。何が見えねえ。焼き肉は、焼肉呼んでますって。この後は違う。あれだね、相当今結構仕事バタバタしてるね、今として。珍しく書き込みがねえから、あれと思って。いやもう、つかめっちゃかでさ。まあ、年度末だからね。あ、書き込みしないよね。あれと思ったら珍しいなと思って。書き込みしないと。どうぞ結構ダルビッシュとか持ってたのよ。ああ、そう、いなくなっちゃったでしょ。ダルビッシュとか誰だっけな。そうなんだよね。シコスキーも持ってて、川崎2枚持ってて、結構ずらっと行けなんだよね。もう15分だから。今あった試合開始の審判さんに。ありがとうございます。時間です。ちょっとあれかもしれないね、グランド状態。書いてる。これ、こっちが触れたいから。さて、山ちゃん。あ、2番ね、今日小川さん。あれ、バットは、4番が鈴木さんだけ持ってねえから、とりあえず4番にブラちゃん入ってます。5番俺で、ちまちゃん5番。5番やだ。あ、俺持ってるよ、そこは。あれやべ、とりあえずさ、西さんさ、それ端にやつ書いておいて。今日スコア取っていたんだ。6番に佐藤ちゃんなんだけど、佐藤ちゃんまだ来てねえから、6番渡辺君入ってますよ。7番は7番繰り上がり、7番が山ちゃん。さあ、どうぞ。8番がキャッチャーで俺。9は師匠。9は西さん。うん、師匠で、その後だよね、問題は。鈴木さんとか入ると思うから、さくちゃんひょっとしたらあれかもしれないからさ。はい、しょう。ちょっと待ってね、ちょっと。こちら、ありますか。
そっか。お母さんがライト。渡辺君がセカンド。ダイヤのセカンド。ダイヤぐらいでこう。でもこう。俺、国際の方で取りかな。逃がしたんだろ。